はい、梅です。はい、岸です。今日もありがとうね。はい、オッケー。今日はですね、撮影のストロボ、あ、はい、結構質問がね、あ、まあまあ、ご好評いただいてるみたいで、すごい評判いいね。はい、あのキャラグリの撮り方ね。そうですね、やっぱどれもねストロボが肝になってるので、はい、ストロボのおすすめ、どんなストロボを買ったらいいのっていうのは結構意見があったので、はい、おすすめのストロボについて、はい、まあ、前半はちょっと俺がおすすめをね、はい、ちょっと語ってみようと思います。後半は、はい、そのストロボ購入の時のなんかエピソードとかもしあればあ、はい、かなと思ってます。で、俺とキッシーはストロボに関しては大抵思ってることはおそらく同じだと思うので。そうですね、うん、なんか俺が話してる時に、はい、いや、梅さん僕は違いますとか、あ、はい、厳密にはこうだと思いますとか、うんうん、その考えよりかはこうが思いますってあったらちょっとどんどん突っ込んでほしい。わかりました。 OKOK、 それで行きましょう。はい、で、まずディズニーパークで、はい、おすすめのストロボ、はい、まあ、俺は普段あのコスプレ撮ってるし、はい、キッシーもいろんなキャラ以外のものも多用途というかですね、お互い多用途で撮ってるんだが、はい、まあ、パーク限定ってことでパークで使うんだったら、はい、このストロボということで話をしていきます。はい、で、一番みんなから聞かれるのが、はい、やっぱ純正品なのか、うん、それともあの純正ではないよそのメーカー、もしくは安いストロボ、はい、純正買った方がいいのっていう質問が圧倒的に多い、はい、質問として、はい、で、そんな時俺の回答としては、はい、実は純正か純正じゃないかという問題は実は俺は二の次だと思ってて、パークでストロボを買う、はい、選ぶ上で一番大事なのがストロボの光を上に向けれるかどうか、はい、いわゆる縦横バウンスね、天井バウンスって言ってストロボの光を上に光らせることができるかどうかっていうのが一番大事だと思ってます。で、どういうことかというと、はい、ストロボっていうのは今ちょうど目の前にキッシーのストロボがあるんだけど、はいはい、皆さん知ってるこのストロボっていうのはキャラクターとかダンサーとか、はい、人物に向かって光をパシャってね、ストロボをたくなんていうけども、まあ、光らす、これが一般的な使い方だったと思います。はい、で、ところがそれでいいんだが、キャラグリ、はい、特に例えばシェフミッキーとか、はい、ミートミッキーとかホライズンとか、はい、トレイルとかそういうところでキャラクターを撮るときにはこのストロボの光をねこうやって上に向けて天井に向かって光らす天井バウンスっていう技を使うとすごい綺麗に撮れるのね。で、それは動画で説明してるんでおそらくその動画を見てる人はわかると思うんだけど、はい、この天井バウンスができるストロボを買った方がいいです。このグリーティングでストロボを使うときは、はい、必ず天井バウンスができるストロボを選びましょう。はい、で、このストロボはこうやって上にやるとこうやって上に光るんだが、このままカメラつけると上に光ります。ところがカメラよくこうでしょって縦にすると今度こうなってしまうのでこっち側が光っちゃうんだよね。で、この状態でも上を光らすにはこの軸をこうやって曲げてこのようにやります。こうやって撮ると上に光るでしょ。で、横に撮るときはもう一回こうやっていって戻してこうやってやります。なのでこのストロボは軸がこうやって2つあるんです。はい、わかるかな、こうやってね、はい、このように縦と横と軸が2個あるストロボ、まずこういうストロボであることが大前提なので、純正かどうかなんて二の次です。はい、純正か、そう、非純正かとかライセンシーとかはどうでもよくて、必ずこのように軸が2つあるストロボ、まずこれを選ぶことが大前提なので、キッシー今日もう一個持ってきてるんだけど、はい、はい、このストロボも同じようにですね、このように軸が1個あってさらにもう1個こう回るので、縦にするときはこうやってやるし、はい、横にするときはこうやって取れるので必ず軸が2つあるストロボを選びましょう。はい、まずそれはまず第一ね。はい、で、その次にみんなが気にするのがやっとそこでそこで純正か非純正かになるんだけど、はい、ストロボの機能を見ていくと必ず TTL っていう言葉が出てくると思います。はい、みんなこれ悩むんだよね。はい、TTL っているの、いらないのって言って、で、TTL って何って話になると、 TTL とはクルーザレンズの略でどうのこうのって難しい質問が難しい解説になるんだが、はい、そんなのどうでもいいです。ね、オートって覚えて、はい、なぜかストロボの場合はオートとか P とか言わないんだよね。そうですね、なぜかストロボの場合はオートのことを TTL って言うんですよ。だから語源はあるんだけど語源のどうでもよくて、とにかく TTL っていうのはストロボ界のオートです。はい、で、
オートじゃいるかいらないかなんですよ。で純正ストロボを買うと、はい、TTL っていうオートが使える。純正じゃないものは TTL がないストロボもある。でライセンシーとかメーカーじゃなくても TTL が使えるストロボもあるんだが、はい、その TTL って呼ばれてるオートがいるかいらないかだよね、はい、そうですね。もうさ、はい、車ってさ、はい、マニュアルかオートってすごい悩むじゃん。大事ですよね。大抵オートだよね、はい、でそれと考え、それと同じでいくとストロボもじゃオートかなって思っちゃうんだが、はい、ストロボにおいてのオートかマニュアルかっていうのはちょっと違って車とは、はい、オートってはね、なんかお手軽設定なんですよ。簡単設定って感じで、はい、カメラ側が気を利かしてなんとなく最適と思われる光量を提示してくれるんだけど、実はそれ意外とうまく光らなくって、結局 TTL で光らしても調光って言って最後は人が調整するのね、はい、だったら初めからマニュアル設定にして撮ったのが早いので、はい、そうですね、うん、だから我々 TTL は使ってないです。キッシュも初めは使ってた、全く使ってない、うん、一回も使ったことがないです。俺もないね。でね、分かりやすく言うよ、分かりやすく言うとね、電子レンジだな、電子レンジ、うん、はい、電子レンジって買った時ってなんか温めとか熱燗とかさ、あー、トーストとかさ、はい、なんか冷凍肉解凍とかってボタンあるけど、はい、それポンって押すけども慣れてくると、はい、パッと見て500ワットで2分半とか、冷凍このぐらいの冷凍肉解凍だったらだいたいそうだな2分かなとかさ、そうです、自分の目で見て分かってくるよね、はい、で熱燗ボタンとかさ、解凍肉ボタンとか電子レンジ使わないじゃん後半になると。そうです。だからごめんね、使ってる 人いたら俺は使ってない。使ってる？僕も使ってない。使ってないだろ俺と一緒で、はい、の慣れてくると自分でパッとその、うん、ね、電子レンジだったら、はい、温めたい肉とか弁当とか目で見て、はい、大体時間の感覚って分かるから。 そうですね、それと一緒でストロボもその TTL って呼ばれてるオートは絶対使わなくなるので、だから TTL があるかないかどうでもいい、なくてもいいです。あ、なんでどっちかっていうとイメージではあのあれ直射でオートのイメージなので。あ、そうだね。あのバウンスさせるときに、うん、こう上に向けて発光させる光の強さを正面に向かっての明るさで整えても整わないんですね。整わない。そうそうそう。そうそうそう。はい、その我々がおすすめするその天井バウンスっていう撮り方は、はい、天井とか後ろの壁とかに光をあの反射させるので、はい、そこまでこのストロボが賢く状況を読んで、はい、気を利かしてあの光のコントロールなんてしてくれないので、そうですね、結局、はい、撮るカメラマンが目で見て調整しないといけないので、はい、TTL は使わなくなります。ですね。はい。なので TTL はなくてもいいです。はい。であともう一個。はい、よくカタログに HSS って書いてある。お、はいはい、ハイスピードシンクロって意味なんだけど、はいはい、でこれは覚えなくてもいいです。なんかマニアックな人が求める機能で、僕はものすごく使ってます。いや、使ってる今でも、はい、今でも使ってます。本当に、はい、例えばどの辺でキャラグリと、まあまあでも今は全然撮らなくなっちゃいましたけど、ポートレートですよね。あ、なのでハイスピードがいるかいらないかか。僕は一番最初に買うっていうストロボにはいらないと思います。だよね、はい、俺もいらないと思って、はい、で、まあそうだね。で、もし自分が突き詰めてきて、はい、光のことが分かってきて、はい、もっと上上って行きたくなったら、はい、そのハイスピードシンクロ HSS がついたストロボを買えばいいし、ステップアップの時に考える、うん、初めてだったらなくてもいいかな。全然全然。ちなみに俺は今でも使ってない使ってないの、はい、で、あのなくても大丈夫ですって考えていくと、はい、縦横を光らせられて、はい、TTL がなくてもいい、はい、でハイスピードシンクロもまずはなくてもいい、はい、って考えていくと、まあ、純正の高いやつはないな。そうですね、うん、ない純正、まあ、僕キャノンなので、うん、キャノンで言うと、うん、安い430と600と600だって600ですかね。高いっしょ。600が5万円だっけ。5万5000ぐらいです、ね、でしょ純正、はい、純正でもう一個下が430が3万切るぐらいですね、うん、でしょ。でそれより下のストロボは縦横できないので、ない。だからキャノンで純正の場合はその
タートしかない。そうですね。3万円と5万円でしょ。はい、高い高い。もういいか、もうそれだったら単焦点レンズ買えちゃう、うん、はっきり言おう、絶対買わなくていい。で、買っちゃった人ごめんね、でも買ったけど申し訳ない、ごめんなさい、もう、ね、買ったばっかだよってしたらごめん。だけど俺が思うに、俺は買わなくてもいいと思ってます、はい、で、今言った通り純正じゃなくても OK、はい、TTL なくても OK、ハイスピードなくても OK、はい、で、それでじゃあどのソロがいいのってことなんだけど、はい、あともう一個あった、ガイドナンバーね、はい、ソロバー買うときによく GN って言ってガイドナンバーってあるんだけど、まあ、ざっくりストロボの光の強さだと思って、でそれで考えると間違いない。で大抵1万マックスで60ぐらい。そうですね、今ニコンの一番高いやつで62が最高だったと思います。で大抵俺が今やった縦横できるやつってのは大抵ね38から40以上なんで、はい、今言った縦横できるやつだったらまあでもいくつでもいい数字は、はい、そんな縦横できるのにガイドナンバー15とかね12とかそんなないので、まずないです、絶対ないので、はい、うん、で縦横を光らせるストロボだったらガイドナンバーって項目はそんなに気にしなくてもいい。そうです、ね、うん、まあまあ高ければ高いほどマックス光量ガイドナンバーが大きい、うん、大きいだけです、大きいだけなんで、はい、まあでも高くてもだいたい60ぐらいが限度です。そうですね、うん、はい、ってなります。でその中でおすすめストロボなんだけど、はい、俺のおすすめはまずね、はい、メーカーなんだけど、あ、はい、おすすめはやっぱ日清かな。お、日清は、はい、あの国内メーカーなので、はい、まず安心です、うん、でちゃんと、ね、保証もついてるし、はい、もし何かトラブった時もアフターサポートもあるし、はい、日清は結構安心、うん、おすすめで、とにかく安いストロボっていう場合はアマゾンとかで売ってる、はい、いわゆる中華ストロボって言われてる中国製の安いやつでも、はい、まあ大丈夫です。なのでおすすめは日清、はい、あと本当に今言ったと縦横バウンスができれば何でも OK っていう考えでいくと、はい、中華の安いやつでも、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫、はい、で今ね、いろんなメーカーのが買える。中国だとね、ゴドックス、ヨンヌオ、ニューアーとかあるんだけど、はいはい、一番安いのは1万円切ってるのもあるので、はい、その辺でもまあ大丈夫っちゃ大丈夫かな。僕はその一番最初に1台目を、うん、もう中華ストロボで全然 OK だと思いますね。だよね、はい、でそこでちょっと慣れてきて、うん、でもう2台目ってなった時に純正を買うか、うん、そうね、ハイスピードシンクロついてる何かを買うか、買うかっていうか、うん、俺もそれがいいと思うな、はい、で中華はちょっと怖いし不安だな。なんか説明書が日本語じゃないって聞きました。そう、日本語じゃないんだちょっとそんな怖いよ ね、 そうですね、初めてね。でかついきなりこんな大きいのもちょっとなっていう場合は日清の i40 ってやつがある。あ、はい、i40 はそこそこ小さくて、はい、日本のメーカーで、で縦横バウンスもできるので、はい、バランスがいいので、うん、i40 はおすすめです。小さくてすごくいいですよね。いい、実は持ってる i40。 あ、そうなんですね。持ってる、ちっちゃいよ。いいなぁ。僕のこの i60a の、うん、一回りぐらいちっちゃい。ちっちゃい廉価版かな。そうです、うん、まあまあ、i40 が先に出たんですね。先に出た、これは高級版、 i40 の高級タイプ。そうですね、これが確か本体だけで3万5000円だったかな。高いね、やっぱ。ガイドナンバー60ですごい、はい、このサイズなので。すごいね、まあ、比べるとすぐ分かります。これ日清の、DI700A、うん、ガイドナンバーが53だった気がします。え、こっちの大きいんだ。そうなんですよ。すごっ、見てください、この横で比べると分かりやすいんですよ。すごいね、はい、でこのさらに i40 がもっとちっちゃいので、ちっちゃいね、ミラーレス使ってる人はすごくいいよ、ね、i40 おすすめですね、うん、いい、頭でっかちじゃないんですけど、カメラの上にこのストロボつけるとグラグラするんだよね。そうなんですよ、ちょっと不安というか。わかるわかる、はい、なので僕も i40 はとてもおすすめしてます、うん、おすすめ。であとね、もう一個言っとくと、はい、ストロボってさ、各メーカー用のねストロボがあると思うんだけども、はい、実はさっき俺が言ったその TTL っていうのとそのハイスピードシンクロっていうのは、はいはい、そのストロボとメーカーを合わせる必要があって、あ、つまりキャノン用っていうストロボとかニコン用っていうストロボは中の信号、中の回路がそのカメラとくっついているので、そうですね、うん、特にその TTL とか扱う場合は、はい、
そのメーカーよって対応してるストロボを買わないといけない、うん、ところが俺がさっき言った、はい、TTL いらない、はい、ハイスピードもいらな い, い, らないで自分で光量は俺が自分で調整するっていうだけだったら、それってつまり光ればいいだけだからの話だよね。ぶっちゃけで言うと、はい、光ればいい、はい、光量調整を俺がやるってなったら、はい、実はどんなメーカーのどんなストロボでもいいんですよ、うん、って考えていくと、ね、ニコン用です。ニコン用のストロボっていうのは、はい、この企画が全てのカメラに必ず入るようになってて、でニコン用っていうストロボを買えば、はい、キヤノン、オリンパス、はい、ペンタックスに使える。おだから貸し借りできたりとか、それいいですね。そう、例えばお父さんはキヤノンなんだが、はい、お母さんはミラーレスとか、はい、お父さんイコなんだけど、はい、私はなんかソニーのミラーレスとか、そういう風になった場合でも、はい、あの友達同士とか家族の間でストロボの貸し借りできるんだよ、はい、それいいですね。いいんでしょ、ニコン用、はい、たださっき言った、はい、その TTL っていうのとハイスピードっていうのはできないので、うんうん、全部自分の手でやる必要がある。そうですね、うん、なので俺もニコン用持ってる。お、そうなんですか。俺はだから、俺実は2台持ちで、はい、俺キヤノンとペンタックスと一眼レフ2台持ってるんだけど、はい、ストロボはニコン用なんだよ、はい、え、そうなんですね、うん、実はニコン用持ってる。だからニコン用があってるので、キヤノン、ペンタどっちでもちゃんと光るので、あ、はい、ストロボはニコン用買ったこといいです。マニュアルの信号を送るこの軸の、うん、なんか1個だけが必要らしいですね。そう、このセンター1個、この、うん、このセンター1個ね。この1個さえあれば、実はあとは各メーカー独自の信号が行ったり来たりしてるだけなんで、スピード用とか TTL の調光用の信号が送られるだけなので、シャッターを押したぞ、あい押したんでお前光れやって命令を送ってるのが、このセンターのこの1本のこの1本だけなので、これはもう全カメラ、全カメラついてる共通なので、はい、って考えていくと、安い中華のストロボはまさにこれ1本しかない。あ、そうなんですね、うん、これしかないので、へ、はい、そんな感じになります、はい、どうでしょうか、参考になりましたかね。じゃあ、はい、一旦これ動画止めて、後半は、はいはい、具体的に我々が使ってるストロボの話をしてみようか。もっともうなんかディズニー関係ないぐらいの話になってきそうですけど、まあね、はい、なので、ストロボの選び方かな、はい、のレクチャー動画になります。なりました、はい、ありがとうね、はい、ありがとうございます。